はい、こんにちは、116インズです。今シーズンはコロナの影響で開幕が延期となり、また極めて異例な60試合でのシーズンとなりましたよね。おそらくこんな変わったシーズンもう二度と来ないと信じていますけれども、ただ今季はコロナの関係で様々ルールの変更などが行われたりしましたんで、今季ならではの光景も結構たくさん見られましたよね。今回はですね、 MLB 史上最もイレギュラーな年に起きた変わった出来事を振り返っていきたいなと思っています。はい、まず一つ目は登録外選手が登板ということで見ていきたいなと思います。8月6日のブルージェイズとブレイブスの試合、この試合の6回からブルージェイズは先発のピアソンに変えまして、リリーフのジェイコブ・ワーゲスパックを投入したんですが、ただマウンドでウォームアップを済ませた後、ワーゲスパックベンチに引き上げてしまったんですね。一体何事かと思っていたところ、審判たちが持っているメンバー表にこのワーゲスパックの名前がなかったようで、要するにブルージェイズはこの試合に登録されていない選手を登板させようとしたんですね。ただ試合後ブルージェイズの言い分によりますと、ブルージェイズが持っているメンバー表にはワーゲスパックの名前がありまして、それで彼をリリーフ登板させたんですが、ただそのブルージェイズ側が持っていたメンバー表と審判が持っていたメンバー表にどうも相違があったようなんですね。で、現在メンバー表交換というのは、まあこういった時代もあってか全て伝送で行っているようですので、まあどうしてこういった事態になってしまったのかはわからないようなんですが、なかなかレアな場面となりました。で、ワーゲスパックが投入できなかったブルージェイズは代わりにドリスを登板させて、このドリスが任されたイニングをきっちりと抑えまして、事なきを得ました。もう一つブルージェイズ関連でご紹介したいものがありまして、ブルージェイズの主催試合の雨天中断ですね。8月15日のレイズとブルージェイズの試合、この試合の途中で雨が降り出しまして雨天中断となったんですね。で、ブルージェイズの本来の本拠地であるロジャースセンターは開閉式の屋根を持ったドーム球場ですので、まあ普通はこういった雨天中断は起きないものなんですが、ただ今季ブルージェイズは本拠地のあるトロントでプレーすることができず、今季はニューヨーク州のバファローでプレーしていたんですね。そのためブルージェイズの主催試合としては極めて珍しい雨天中断というものが発生しました。で、これロジャースセンターが開場してからのブルージェイズとしては初めての雨天中断なのかなと思ったところ、どうもですね、17年前2003年にもブルージェイズホームゲームで雨天中断があったようなんですね。この時はまあ当然ロジャースセンターでプレーしているわけなんですけれども、屋根を開放して試合の方を行っていたところ、突然ですねにわか雨が降り出しまして、で、このせいで屋根を閉めている間試合を中断したということがどうもあったみたいなんですね。おそらく来年はトロントでプレーできるんじゃないかと個人的には考えていますが、このブルージェイズのホームゲームでの雨天中断というのも今季ならではの光景だったのかもしれませんね。では続いて、一人だけ61試合シーズンを送った男ということで見ていきたいなと思います。今シーズン開幕が延期となって MLB と選手会で何試合やるのかというところを非常に揉めまして、で、最終的に両者合意できず、コミッショナー権限で60試合しかやらないと決まったわけなんですが、実は一人だけ61試合プレーした選手がいるんですね。それがこちらのスターリング・マーテという選手。この選手はオフにパイレーツからダイヤモンドバックスへトレードされて、で、ダイヤモンドバックス移籍後も3割を超えるアベレージを残すなど、まあ、活躍はしていたんですが、ただ残念ながらチームの方は振るわず、8月末のトレードデッドラインの時点でダイヤモンドバックスのプレーオフ進出というのはかなり厳しい状況にあったんですね。そのためダイヤモンドバックスはこの獲得したばかりのマーテをプレーオフ進出を目指すマイアミ・マーリンズへトレードしたんですね。で、このマーリンズというのはシーズン序盤に、まあ、クラスターが発生してしまって、で、1週間ほど試合ができない状態が続いたんですけれども、スケジュールが遅れている分、8月と9月にダブルヘッダーが多く組み込まれていたんですね。で、そんなチームにマーテはトレードされましたので、結果ダイヤモンドバックスで33試合、そしてマーリンズで28試合出場したマーテは、合計で61試合と、シーズンの試合数を上回る試合に出場することができました。たまに勝率が並んでタイブレイクが発生すると、シーズン163試合に出場した選手っていうのも出てくるんですけれども、ただ今季コミッショナー権限で60試合までしかやらんと決めたシーズンの中でもこういった選手が出てくるのはなかなか面白いですね。続いては、無観客のはずなのにファン妨害ということで見ていきたいなと思います。今シーズンレギュラーシーズンの試合は全試合無観客で行われたんですが、ただボストンで行われた9月20日のヤンキースとレッドソックスの試合でファンが球場に侵入するという騒ぎがありました。この試合の8回、まあ、レッドソックスが大差でリードしていた試合なんですけれども、センターの方から何やら叫び声が聞こえてきまして、で、カメラが映してみると謎の男性がいろいろと叫んでいたんですね。まあ、正直どういった目的で球場の方に侵入したのかはよくわからないんですが、ただこの人被っていた帽子をグラウンドに投げ込みました。その影響で試合が一時中断するという騒ぎがありました。
まあ、無観客試合なのにファン妨害が発生するという謎の事態が起きたわけですけれども、まあ、そもそもこの人どうやって球場に入ったんでしょうね。まあ、普通球場の周りには警備員とかがたくさんいると思うんですけれども、うまく抜け穴を見つけたのか、はたまた警備が適当だったのか、謎は深まるばかりです。続いては試合に関していろいろと見ていきたいなと思います。今シーズンは少しでも球場にいる時間を短くしようと、延長戦ノーアウトランナー2塁から始めるタイブレイクや、またダブルヘッダーは各試合7回までと、今季ならではのルールが定められましたよね。そのため変わった記録も誕生しまして、例えばイニングの先頭打者がツーランホームランを放ったりですとか、イニングの先頭打者が犠牲フライを放つなど、通常の MLB ではありえないような記録が達成されました。またダブルヘッダーが7回までとなりましたので延長8回の裏にサヨナラ勝ちをするということもありましたし、まあ、今季はですね試合でもいろいろとありましたね。まあ、個人的にはできれば通常の9イニングかつ MLB の醍醐味とも言える無制限の延長戦が見たかったんですが、まあ、今季はこういった情勢でしたのでこのようなルール変更はやむを得ないのかなと思いました。また試合に関連して今季は様々な理由で試合が中止となりましたよね。マーリンズとカージナルスではクラスターが発生してしまって、しばらくの間試合ができないという事態も発生しましたし、正直マーリンズやカージナルスでクラスターが発生したと聞いた時には、今シーズン果たして最後までできるのかと少々不安になったこともありました。またコロナ関連以外では人種差別問題、白人警官が黒人を銃撃するという事件がまた起きてしまって、これを受けて選手たちが試合をボイコットするという事態も起きました。他にも西海岸では山火事が発生して、それに起因する大気汚染が深刻化して、特にマリナーズの本拠地があるシアトルでは昼間なのにもやがかかったような状態で試合をするということもありましたし、また大気汚染の影響で試合を中止、そして代替地で試合を行うということもありました。とにかくいろんな理由で試合が中止となりましたので、今年のアメリカ国内、まあ、世界中もそうですけれども、本当に激動の1年となりましたね。そんなマイナスな部分も多かった今シーズンですが、ただポジティブな部分もありまして、まず久々にプレイオフに駒を進めたチームが結構多く見られたことですね。ここにも出ているように、マーリンズは2003年以来、パドレスは2006年以来、ホワイトソックスは2008年以来、そしてレッズは2013年以来のプレイオフ進出となりましたよね。今季は60試合シーズンと、短いがゆえに不確定要素の多いシーズンとなったわけですが、マーリンズのようなサプライズチームも出てきましたし、またプレイオフの枠が今シーズン16チームに拡大されましたので、より多くのチームにプレイオフのチャンスが生まれましたよね。通常のプレイオフの枠だったら8月のトレードデッドラインで諦めてしまうようなチームでも、今季は逆に積極的に補強するという姿も見られましたし、プレイオフ争いという面においてはタンキング、まあ、わざとシーズンを捨てるチームが最近は多い中で、久々に拮抗したプレイオフ争いを今季は見ることができたんじゃないでしょうかね。また今季は MLB へのカムバック、それからデビューを目指す選手にとって追い風のシーズンとなりました。もともと今季はロースター枠がこれまでの25人から26人に拡大される予定だったんですが、これがコロナの影響でさらに拡大されまして、26人から28人にシーズンを通して拡大されました。そのおかげか多くの選手にチャンスが与えられまして、例えばロッキーズのダニエル・バードは7年ぶり、それからブレイブスのタイラー・マッツェクは5年ぶりの MLB 復帰を果たしまして、2人とも両チームのブルペンの柱として非常に活躍しましたよね。またデビューではマーリンズのエディ・アルバレスが今季メジャー昇格を果たしましたが、このアルバレスという選手は2014年ソチオリンピックのスピードスケートの銀メダリストという、まあ、極めて異例な経歴を持った選手でして、でそこから野球選手に転身しまして、今季メジャーの舞台までたどり着くことができました。バードとアルバレスについては当チャンネルでも紹介したことがありましたが、まあ、いずれの選手についても今季 MLB の舞台までたどり着くことができたのは本人たちの努力の賜物以外の何者でもないんですが、ただ間違いなく今季のロースター枠拡大というのは彼らのカムバック、それからデビューの追い風とはなりましたね。今季は何かと暗い話題の方が多い1年でしたが、ただこういった選手たちの努力が報われる姿を見ることができたのは今季の数少ないプラス要素だったかなと思っています。ということでここまで振り返ってきましたが、こうしてみると本当に今年はいろいろあった1年でしたね。まあ来シーズンこそ通常通りの162試合のシーズンが見たいなと思ってはいますが、果たしてどうなるでしょうかね。来シーズンこそは通常通りの1年を送れることを願いまして、この動画は以上としたいと思います。また今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。